ただいまから知事の定例会見を始めさせていただきます。本日は最初に知事から前月の交通死亡事故について、感染防止対策の徹底について2点についてご報告いたします。よろしくお願いします。まず前月の交通死亡事故についてであります。5月の交通死亡事故2件生じておりまして、今月も残念ながらゼロという目標は達成できませんでした。お手元に5月分のマンスリーレポートをお配りしておりますが、ご覧のとおり5月2件の交通事故で、その中でも交通死亡事故が発生しており、その中でも5月10日に高松市内で発生した事故を死亡事故をもとに注意点などをお伝えしたいと思います。この死亡事故、昼間片側2車線の国道を直進中の乗用車が交差点を左から右に横断中の高齢女性と衝突し、高齢女性の方が亡くなってしまったケースであります。今年に入って道路横断中の高齢者が犠牲となる死亡事故は3件目であり、ぜひとも次の点に気をつけていただきたいと思います。まず被害者とならないためにということでありますが、ポイント3点ありまして、年齢を重ねるとどうしても視力、反射神経、脚力などが低下いたします。ご自分の命を守るためにご自身の体力も踏まえ、普段から通り慣れた道であっても油断することなく周囲の状況をよく確認して慎重に道路を横断していただきたいと思います。また横断歩道のない場所での横断はとても危険であります。無理な横断を絶対避け、少し離れていても横断歩道がある場合は必ず横断歩道を利用するようお願いします。その次に加害者にならないためにということでポイントを4点挙げておりますが、横断歩道のない交差点あるいは直進の道路であっても、走行中歩行者あるいは自転車の急な飛び出しに備えて、運転手ドライバーの方々には常に緊張感を持って前を前方をよく見て運転していただきたいと思います。横断歩道は歩行者が優先であります。横断歩道の手前では減速をして歩行者の発見、またその動きに十分注意を払っていただくとともに、横断歩道に歩行者がいる場合は必ず一時停止するようお願いいたします。最後に、基本的な心構えということになりますが、平素からゆとり、気配り、また思いやりのなど心の余裕を持った慎重な運転に徹して交通事故防止に努めていただきたいと思います。この後このマンスリーレポートは県ホームページにアップしますので、報道の皆様におかれても交通死亡事故抑止に向けた啓発にぜひご協力をお願いしたいと存じます。次に感染防止対策の徹底についてであります。現在の本県の感染状況、前週の同じ曜日と比較して減少する日が続いておりまして、先週はそうした状況の中で200人を下回って推移しておりますので、減少傾向にあるものと受け止めております。医療の逼迫具合を示す確保病床使用率は 10% 台で推移し、重症確保病床使用率ゼロということでありますので、医療提供体制が十分に確保され、医療が必要な方に適切な対応ができている状況にあると考えておりますけれども、対策機としては感染確保局面で対策機を引き下げる場合には慎重に判断する必要がありますので、先週3日の対策本部会議では現行の感染拡大防止対策機を19日まで継続しております。いつも申し上げますけど、県民の皆様お一人お一人が油断せずに高い意識を持って3密の確回避、人と人との距離の確保、不織布マスクの着用、手洗い、手指消毒、共用部分の消毒の徹底、また喉の違和感など普段と違う症状がある場合、通勤通学外出を控える、また感染対策が徹底された香川安心飲食認証店などを利用していただきたい。会食は同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内、
会話時には不織布のマスクを着用していただきたいと思います。感染の不安を感じた場合に県民の皆様を対象として行っている無料検査は6月末まで実施しておりますので積極的にご利用いただきたいと思います。また学校部活動におけるクラスターが発生しておりますけれども、これらを未然に防ぐためにも児童生徒保護者の皆様教育関係者の皆様引き続き感染防止対策の徹底についてご理解ご協力をお願いいたします。事業者の皆様には在宅勤務テレワークの活用休暇所得の促進などによる人と人との接触の低減ドアノブ手すりなど共用部分すべての消毒の徹底発熱喉の痛みなど普段と違う少しでも違う症状がある従業員の方の出勤抑制などについて改めてご協力をお願いいたします。ワクチンにつきましては6月11日から7月3日までの土曜日日曜日に県庁21階展望室におきまして県広域集団接種センターを再度設置しまして追加接種3回目の接種を実施いたします。予約なしでも接種できますので3回目接種まだの方早めの接種を ご検討お願いします。4回目接種につきましてもすでに開始されている市町もありますので予約方法あるいは接種が受けられる場所など詳細をお住まいの市町に問い合わせていただき希望される方早めの予約接種をお願いいたします。それからお手元に資料が入っていると思いますが4種類目の新型コロナワクチンである武田社ワクチンのいわゆるノババックスの接種について各市町関係機関と調整していましたが接種を実施していただける医療機関が内定しております。決定したのでお知らせいたします。7月以降高松市内の11カ所の医療機関において順次接種が開始される予定です。なお現在接種の実施を検討している医療機関もあると市長から聞いており決定すれば随時追加していくこととなります。ノババックスはファイザー社やモデルナ社などのワクチンにアレルギーがあってこれまで接種を受けられなかった方などにとって選択肢が広がることからさらに接種が進むことを期待しております。検討しました。一日も早く日常生活社会経済活動を回復できるよう国各市町とも連携し感染拡大を抑止また保健医療提供体制の確保を通じて県民の皆さんの健康暮らしを守れるよう全力で取り組んでまいりますので引き続き皆様のご理解ご協力をお願いいたします。私からは以上です。引き続きまして患者からのご質問をお願いいたします。患者西日本放送です。今回1点です、手島の産業廃棄物処理事業について、公害の調停からが成立してから今日で22年を迎えます。現在特措法の期限となっている年度末までの整地の完了を目指して作業が進められていると思いますが、改めて知事に、この事業への所感を伺いたいと思います。はい、手島事業につきましてはご質問のようにこの6月6日をもって平成12年の公害調停の成立から22年ということになります。この事業については私が平成22年の知事就任以来取り組んでいる県政の最重要課題の一つでありましてこれまで処理対象量の大幅な増加また28年の末までの手島処分地からの廃棄物等の搬出完了91万3000トンに上るこの廃棄物等の全量処理さらには地下水の排水基準の達成などさまざまな課題に対して全力で取り組んでまいりました。本年3月には北海岸に設置しておりました遮水壁の引き抜きを完了し現在地下水の環境基準達成に向けた追加的浄化対策に取り組むとともに4月から手島専用桟橋の撤去に着手するなど順次関連施設の撤去を進めております。この事業につきましては全国的に前例もなく非常に困難な状況の中専門家の指導助言のもとこれまでも公害調停で謳われている競争の理念に基づき事業を進めてまいりました。ここまで事業を進めることができましたのも直島町または手島住民の皆様県議会をはじめ県民の皆様の格別のご理解ご協力があったからこそと考えております。今後国の財政支援が受けられる今年度末までに関連施設の撤去
処分地の整地を完了することとしておりまして、私としましては引き続き県議会はじめ県民の皆様のご理解ご協力をいただきながら、最後まで安全と環境保全を第一に全力で取り組んでまいりたいと考えております。それでは関連その他ご質問ございましたら挙手でお願いいたします。読売新聞の井ノ原です。まずちょっとノババックス製のワクチンのことについて伺いたいんですけれども、これ、今、決定している中では、7月4日以降というのが一番早いのかなと思うんですが、これはいつぐらいにですね、どれぐらいの量がまず県内に配分されるのかというのは決まってるんでしょうか。7月以降、この先ほど申し上げたように調整が整った高松市内の11カ所の医療機関で開始することとなりましたが、このワクチンはご存知の通りファイザー、モデルナなどのいわゆる mRNA ワクチンとは異なって、組み換えタンパクワクチンといういわゆる不活化ワクチンの一種の技術を用いておりまして、この技術そのものは世界中ですでに広く使用され、長期の使用実績があるものであります。それについてですね、まず11カ所の医療機関で合計約500回の分のワクチンの供給を受ける予定となっております。国からは今後も十分な量のノババックスワクチンが供給される見込みでありますので、新たに接種を行う医療機関、あるいは希望される方の人数に応じて、順次供給を受けることになると考えております。ありがとうございます。ちょっと全然関係ない話になってしまって恐縮なんですが、公共交通のことについて伺いたいんですが、県の方でもですね、県別の鉄道の在り方懇談会というのがで議論が進められているかと思います。で、別の地域ではですね、交通税の導入といった議論が始まっているかと思うんですけれども、県としてですね、新たなそういう取り組みを始める考えとかっていうのはあるんでしょうか。今最後におっしゃったのは増税、交通税、交通に関するその税ですね。他県におけるその具体的な話は私まだ聞いておりませんけれども、諸外国においてはですね、地域の公共交通機関の維持のため、維持といいますか、一種の特定財源的なですね、課税がされている例があるとも伺っております。いろいろな考え方があると思いますけれども、なかなかこの問題についてですね、今直ちにこうであるということを申し上げることはいずれの立場においてもですね、難しいところがあると思います。まずはその鉄道利用活用というようなことをですね、その利用促進、こうしたことに取り組むということが一つ考えられると思います。いろんな事例、鉄道を中心にこの地域公共交通の持続性を確保していくため、各市町において、市町レベルで地域の実情に応じた交通サービスの検討といったことも必要となると思いますけれども、全国のさまざまな事例を幅広く情報収集また研究して、さまざまな事例を関係者間で共有して、市町における、最適な交通体系の検討、こういったものについて県としても支援をしてまいりたいと考えておりますけれども、国、地元、市町、交通事業者と連携して、鉄道ネットワークの維持活性化に努めてまいりたいと考えています。他にございますでしょうか。どうぞ。
毎日新聞の西本と申します。学校現場でのコロナ対策についてお伺いしたいと思います。マスクの着用について今国内でもさまざまな議論が出ておりますが、先日文科省が、これまでもその、体育の授業であったりとか、距離が取れる空間においては着用が必要ないということになっていたんですけれども、改めて指針として、体育の授業ではマスク着用が必要ないというのを明記して示しました。ただ各地の学校において、すでにコロナ禍になってから2年以上が経過する中、マスクの着用っていうのがもう慣例になっておりまして、先日は、ある県外の高校ですかね、で熱中症で、何十人も搬送される、でマスクを着用している生徒が多かったという報道もございます。こういった中、やはりその、県教委あるいは県として、こういった夏の熱中症の、事案もありますので、体育の授業では着用は必要ないということを改めて呼びかける考えはありませんでしょうか。はい、マスクの着用についてですね、いろんなこの考え方もあるかと思いますけれども、基本的にですね、その今の最後の例で言えば、熱中症の危険があるような時にはですね、マスクを外すことが奨励されていると、これは以前からもそうなんですけれども、ただご指摘のようにですね、日本の場合ほとんどの方がマスクをつけているということが、何と言うんでしょうか、それに今どうしてもこう実際のいろんな現場においてもですね、そういう逆の場合にマスクを外すということが行われていない、そういった懸念もあるということで、国において、屋内屋外それぞれの場合いろいろと事例を挙げてですね、徹底をすることにしたというふうに理解しておりまして、前回の本部対策本部でもその詳細なケースの、いわゆるパワーポイントでですね、分かりやすい資料を皆様には改めて提供いたしましたけれども、そうしたものを学校現場にもですね、お知らせ徹底をしておりますので、それらについてですね、改めてこの利用マスク着用についての考え方というものは整理されているわけでありまして、報道等でですね、そういったところがはっきりと改めて示されたことは、現場でですね、外しましょうと、外してくださいというようなことが言いやすくなったというような声も出ていたように思いますので、そうしたことがさらに徹底されればいいのではないかと思っています。分かりました。2点目、コロナ対策に関連して給食の黙食というのも話題になっておりまして、コロナ禍以降いわゆる教室の中で机を縦に並べて机を合わせないような形で、子どもたちがマスクを外しておしゃべりをせずに給食を食べるという状況が多くの学校で取られております。先日ですね、宮崎県教委の方で、もともと県立学校に黙食の要請をしていたのを、取りやめて一律ではなく学校現場で判断してほしいということで、対策、その黙食を一斉の対策として、呼びかけないということをしました。香川県内の学校、特に小学校においては、そういった児童が黙食をこう2年以上強いられて、先日私も取材をしたところ、みんなで給食を食べたいというような声も聞いたりしたんですけれども、こういったその黙食についても香川県として何か、変えていくようなお考えは、それか検討していくような考えはありますでしょうか。その点については現在は次の対策をどうするかということはいろいろ検討しておりますけれども、具体的なその給食ということでの
話はまだそのなんて言うんでしょうか、課題としての検討といったことはまだ私自身は報告を受けておりません。ご趣旨は分かりますけれども、それでは今の感染状況で本当に黙食をせずにですね、できるの、感染防止をできるのかということで、あります。今現在学校では県教委のガイドライン、あるいは文科省の衛生管理マニュアルに基づいて、この感染症対策を実施しているというふうに理解しておりますので、そこのところをですね、宮崎県の例、私も詳しく承知しておりませんけれども、地方、地域によって、異なるということはあってもいいとは思いますけれども、どこまで本当にじゃあ、エビデンス、いわゆる科学的な根拠があるのかと聞かれてですね、大丈夫ですというだけのものを私は今の時点では持ち合わせておりません。黙食をやめたから感染者が増えるのか増えないのか、そういったエビデンスもおそらくないと思います。そうなってくると、これから の長引いている感染対策においては、そういった子どもたちの教育環境ということも大いに考慮して考えなければならないと思いますが、知事のお考えはいかがでしょうか。一般的にですね、社会経済活動、その中には教育、スポーツ等も含まれるんだと思いますけれども、エビデンス、証拠のないままにですね、どちらかに判断するというのは、それはなかなか難しいことではないか、なぜそうするんですかと逆に私がまたですね、報道の皆さんから聞かれたときに答えようがないですね。その合理的な説明ができないから、やらないという理解ですかね。合理的な説明ができないものを県として、決定するなり推進するということは、それはできないのではないかと思います。ただ黙食においても、黙食をしているから感染者が抑えられているというような客観的なデータはないのではないですか。それはまず会食という意味ではいろんなデータが当初から出てきていたと思います。それは政府の方で示されていたことを記憶しております。それが給食ということでどこまで示されているのかというのはまた調べてみたいと思いますけれども、そのデータがそういうところはないじゃないかということで、だから構わないということにもならないんじゃないかと思います。RSK の古川です。ノババックスのですね、ワクチン接種が始まることへの、期待感というか、その辺がありましたらお聞かせ願いますでしょうか。はい、やっぱりmRNA タイプというものについてですね、ちょっと抵抗感がある方もあるいはいらっしゃるのかなと。従来型に、このノババックスの場合属するワクチンということになりますので、安心感というものがまたお持ちになる方が、そういう方が、これまで、モデルナとかそういうファイザーを、ちょっと敬遠してた方がですね、改めてそのこうした別のタイプのワクチンを接種することも可能だということで、ぜひまだ接種されてない方、全然何も接種されてない方はですね、検討して、こちらの方の接種も可能だということで、検討を進めていただきたいと思っております。ある程度そのワクチンの接種の接種率の方がですね、頭打ちというわけじゃないですけれども、まとまっている中でやっぱりこの新しいワクチンを増えることで
また接種率が上がっていけばというか、その辺の期待感はどうなんでしょうか。そうですね、まあ、接種率までどこまでこう有意にですね、このノババックスによってこれだけ伸びているとまで言えるか、そこはまだやってみないとわからないと思いますけれども、拒否反応的な方、ものがある方に対してですね、いろいろな種類のワクチンが接種可能であるということは、結構なことではないかと思っておりますので、そうしたことをまた広く周知してまいりたいと思っています。今回その高松市内の11の医療機関ということですけれども、今後例えばその香川県の集団接種でとかっていうことも、将来的というか、またいずれあり得ることかもお考える部分ってあるんでしょうか。県の集団接種で用いるのはちょっと量の問題もありますしですね、やっぱり集団接種でいろんな種類を使い分けるといいますか、同じ会場でですね2種類3種類あるというのはちょっと取り違え等の問題があるといけませんので、そこはやはり集団接種ではですね、できるだけ、簡明なやり方をしていく必要があると思っています。ありがとうございます。OHK の前川です。よろしくお願いします。来年ですね、 G7 のサミットが広島市で開催される見通しとなってますけれども、これの関係閣僚会議、特に、情報通信関連の閣僚会議を、香川に誘致するというふうな動きが今出てますけれども、これに関して改めて知事のお考えを教えてください。はい、これは動きというか、我々がそういうふうに、いろいろな形でですね、公式に要望をしております。外務省あるいは内閣官もまた総務省に、要望書も出しております。前回の、日本でのサミットにおいては関係閣僚会合として情報通信関係大臣会合がこの高松で開かれまして、非常にその後のですね、いわゆるマイスの進展にとってもですね、効果があったのではないかと。国際会議が開けるような設備もあるし、そうしたも選ばれるということでですね、知名度も上がったと思いますので、今回もですね、関係閣僚大臣会合をぜひ誘致したいと思っておりまして、機会あるごとに関係の省庁あるいは大臣等の関係者にですね、要望をしております。前回開いて、知名度の向上になったということですけれども、改めて今回また、開くことでそういったところを狙っているというふうな理解でよろしいでしょうか。そうですね、国際会議場についてもサンポートの国際会議場をいち早くですね、そのいわゆる感染症対策のですね、国際的な認証基準をクリアしておりますし、こういった閣僚会合が行われることによってですね、その他の国際的な学会あるいはいろいろな大会ですね、そうしたものを行っても安全である、安心できる、そういうことも示せるのではないかと思いますので、ぜひこの大臣、閣僚大臣、関係閣僚大臣、情報通信というジャンルになるのかどうか、これは現在デジタル化というようなところもですね、焦点が当たっておりますので、大臣の担当の区分というようなものがどうなるかはまだ決まっていないと思いますけれども、そういう何らかの形でのやはり関係閣僚の会合が高松で開かれることを念願しております。はい、わかりました。ありがとうございます。どうぞ。
すみません、NHK の石山と申します。ワクチンの関係でお伺いしたいんですけども、まあ、新たにノババックスの、まあ、ワクチンを追加するということで、まあ、新たな層への、まあ、その働きかけにはなるかと思うんですけども、一方で、モデルナ製のワクチンの廃棄っていうのもこれまでもあったかと思います。まあ、新たなそのところに流れるっていうことはよりまあ、モデルナの廃棄っていうのが、まあ、今後も、まあ、そういったところにつながる可能性っていうのも、まあ、懸念されるかと思うんですけども、まあ、県としてはどういうふうにその点は、まあ、交通整理していきたいというふうにお考えでしょうか。まあ、モデルナの一部がですね、結局、まあ、期限切れということで活用されなかったものがあるということは大変残念に思ってますけれども、国と、まあ、その市長を実際に接種する接種を受け持つ各市長との間でですね、まあ、県がいろいろな数量と割合期限等を調整しておりますけれども、まあ、その際にもですね、各市長の状況をよく伺いして、また国の方に対してもですね、まあ、期限が十分残っているもの、そういうこともですね、配布の際には、まあ、ギリギリになって配られるというようなことはないと思いますけれども、まあ、市長の受け入れ体制がですね、十分でない場合にそこで時間を使ってしまいかねない、そういったことのないように今後もですね、まあ、これも貴重なワクチンモデルナにしてもですね、世界的には本当に貴重なワクチンでありますので、そこが無駄になることがないようにですね、引き続き十分な注意を払っていきたいと思っています。そうすると、まあ、県としてはそのノババックスを、まあ、新たに接種開始することで、まあ、モデルナの廃棄につながることはないというようなご認識でということでよろしかったでしょうか。まあ、今回入ってくるノババックスの数量からすればですね、そこに先ほども接種率が上がるんじゃないかということについてのお答えと同じになってしまいますけれども、まあ、そこまで直ちに影響するような単位ではないと思っています。どうぞ。チーム広瀬です。同じノババックスの話ですけれども、今現在11箇所の医療機関というのが、まあ、高松ばかりですけれども、これは今後その高松以外のところも今打診中というかなのかということと、まあ、おおよそどれぐらいの数の医療機関がお受けしていただけそうなんでしょうか。今すでに高松以外のところもですね、検討している医療機関があると具体的にお聞きしておりますので、今後その検討が本決まりになればですね、他の市町でも接種が行われることになると思っております。まあ、取り扱い医療機関、仮に変更が、まあ、この11医療機関でもある、あるいは加わっていくというようなことについてはですね、ホームページで速やかにお知らせしてまいりたい、市長のホームページを、県や市長のホームページを通じてですね、お知らせしてまいりたいと思います。分かりました。とりあえずはじゃあこの11箇所を、まあ、早速県のホームページの方で、周知されるというですね。はい、いずれにせよ高松市民以外の方でもこの11医療機関で接種を受けられます。希望すれば本県では住所違いの市長でもこのコロナワクチン接種を受けられることに、まあ、本県としては従来から取り扱ってますので、ノババックスの場合もそこは同様であります。本店、先ほど初回の供給量が500とおっしゃいましたけれども、その後順次まあ、十分な量が供給される見通しということでしたけれども、まあ、大体ロット規模としては1万とかそういうのではなくて、こういう何百ぐらいの感じでこれから入ってくるかな見通しなのでしょうか。ちょっと国の手元にですね、どれだけの、まあ、ストックがあるのか、そこまでちょっと私も聞いておりませんけども、先ほど申し上げ
ったように国からは今後も十分な量のノババックスワクチンが供給されるとその呼び込みであるということを聞いております。その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして知事の定例会見を終了させていただきます。お疲れ様でした。